どうもみなさんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、ヒルトンアメックスクレジットカードにですね、ヒルトンホテルのアメックスオファーが来ておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、今回ね、ヒルトンアメックスにヒルトンホテルのね、アメックスオファーということで、今回ね、来ているわけなんですけども、今回ね、海外のホテルがね、対象のアメックスオファーということで、おそらくね、私が動画解説するようになってからですね、このヒルトンアメックスのね、ヒルトンホテルでのアメックスオファー、まあ、いくら使うとね、キャッシュバック受けられるね、まあ、こちらオファーにはなるわけなんですけども、おそらくね、海外が対象になったら初めてなんじゃないのかな、なんていうふうに思いますので、 こちらね、気になる方は最後までね、ぜひご覧いただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、こちらね、アメックスのウェブサイトにですね、ログインしたら、下の方にね、こちら、アメックスオファーということで、出てくるって言った感じになります。今回追加されたのはこちらですね、5万円。 利用でで1万円キャッッッシュバッククとということでヒルトアメ私のね、あの、見ている感じだと、こちらのね、オファーに関しては、ヒルとアメックスだけにね、来ているっていうふうになりますんで、まあ、他のアメックスにはね、多分来てないのではないのかなと思います。でですね、私はね、こちらウェブサイトで見ておりますけども、アメックスのね、スマートフォンアプリからも、オファーのね、ところをクリックしていただけると確認できると思います。まあ、おそらくね、今回のオファーは全員対象なのではないかと思うんですけども、 もしね、来ていないよっていう方はですね、ぜひね、コメントで教えていただければなと思います。ということで、こちらね、内容を見ていきたいんですけども、なんかね、このアメックスのね、あの、ウェブサイトから見るとね、ちょっと見ることできないので、まあ、私の方でね、ちょっとコピペしたのをですね、皆さんとね、シェアしていきたいなと思います。 それではですね、こちらヒルターアメックスの今回のオファーのね、規約になるわけなんですけども、期間がですね、エントリー期間2023年9月の12日から2023年の12月の11日まで、で、宿泊期間も同じのね、9月の12日から12月の11日までっていうふうになっております。で、今回のね、キャッシュバックオファーということで、ポイントをもらえるオファーではなくて、5万円以上利用すると1万円キャッシュバックがもらえるっていうね、現金が 帰ってくるね、えー、オファーっていう風になりますんで、非常にいいですよね。まあ、ポイントでもね、いいんですけども、まあ、現金でもらえるのもね。 いいですよね。で、対象ホテルがですね、ちょっと細かい部分は後見ていきますけども、オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポールということで、シンガポールとかね、結構近いんでね、いいのではないのかな、なんていうふうに思うのと、まあ、シンガポールね、ホテルが高いんでね、まあこういったね、オファーが来るとね、非常に利用しやすいですよね。で、今回ね、えー、予約方法についてなんですけども、ヒルトンホームページから予約、もしくはね、ヒルトンアメックスの裏面に書いてある、まあ予約デスクからですね、予約したものが対象って言って になりますで、今回ね、5万円以上利用していただくと、一、ま、番、あ、キャッシュバックね、えー、受けられるっていうふうになりまして、えー、キャッシュバックの付与時期なんですけども、基本は、えー、利用後15日以内に、ね、付与されるみたいなんですけども、まあ、最大90日がね、かかる場合もあるって言った形になります。で、こちらね、15日経過して、えー、付与されない場合はですね、こちらね、お問い合わせしてくださいっていうふうにね、規約に記載されておりますので、こちらはね、覚えておいてください。まあ、一応最大90日かかる 可能性はね、記載されてるんですけども、こちらね、300日だったかなまあ、とりあえずね、結構経過して、あの、付与されないとね、あの、執行しちゃうみたいなんでね、ひとまず15日ね、経過したら、 お問い合わせね、していただければなと思います。で、今回のね、ヒルトアメックスオファーの注意事項なんですけども、まずね、複数回の利用もえ合算 OK っていうふうになります。で、事前決済プラン NG っていうふうになりますんで、ヒルトアメックスのオファーに関しては、フロートのディスクにね、決済したものは対象っていうふうになりますんで、え事前決済プランなどはえ利用することができない。まあ、こちらオファー対象外になってしまいますんで、この点は注意してください。で、またね、レストランやえ部屋付けにしたね、ものも対象っていうふうになりますんで、 で、まあ、ミニバーとかですね。あとね、ルームサービス等々もこちらね、対象っていう風になりますので、海外旅行でですね。 客室でね食事されたいみたいな方もねまあいらっしゃると思いますのでまあそういう時にねこちら利用できるっていうのはねかなりいいですよねで今回ヒルトンアメックスのオファーね、えー、海外の、えー、ホテルが対象っていう風になりますんでこのヒルトンアメックスでねあの外貨決済すると外貨決済手数料はだいたい二パーセントぐらいね乗ってくるっていう風になりますんでまあ一万円分ね決済すると一万二百円ぐらいのね請求が来るということでまあこういった感じでね外貨決済手数料は 手数料っていうのがまあ基本的にね日本のクレジットカードを海外,外決済するとまあ、かかるっていう風になるわけなんですけども日本円のね、えー、換算後、えー、この外貨決済手数料差し引いた金額が、えー、5万円以上の場合ねこちら対象っていう風になりますので こちらがですね、ちょっとね、あの、文言2回書いてありますけども、この外貨決済手数料をね、差し引いて、5万円以上じゃないとね、こちら対象にならないっていうふうになりますんで、こちらね、ちょっと面倒かもしれないんですけども、もしね、このオファーを利用される方はですね、確実にね、5万円以上ね、いってるか、日本円でさらにね、外貨決済手数料2%ね、上乗せされるわけなんですけども、それを差し引いて、5万円以上ね、いってるかどうかっていうのは確実にね、まあ、チェックして、 いただければなぁなんていうふうに思います。こちらね、こういった手数料を引いてね、5万円以上行ってないとですね、今回のね、オファーはえ5万円以上利用しないとね、えキャッシュバックを受けられないっていうふうになりますんで、ギリギリになってね、5万円下回ってしまうと、こちらね、対象にならないっていうふうになりますんでね、この点はね、注意していただければなぁと。 思います。それでは次にですね、今回のね、対象ホテル、こちらはね、URL がね、存在しておりますんで、えー、概要欄にね、載せておきますんで、気になる方ぜひチェックしてください。オーストラリアとですね、またね、えー、ニュージーランド、香港。 シンガポールっていった形になりまして、こちらはね、対象ホテルになっておりますんで、ヒルトン、シンガポール、オーチャードとかね、ヒルトン、ガーデンイン、コンラット、シンガポールとかね、まあ、ここら辺もね、対象になっているっていうふうになりますんで、こちらはね、利用予定されている方はね、かなりいいのではないのかなと思います。まあ、そんなにね、利用される方はね、まあ、多くはないと思うんですけれども、今回ね、海外のホテルがね、対象っていうふうになりますんで、これはね、今後非常に楽しみですよね。アメリカ国内とかね、ぜひね、 やってほしいですし、またね、ヨーロッパとかもね、えー、やってくれるとね、非常に利用しやすくなりますんでね、これはめちゃくちゃいいですよね。今後もね、ちょっとね、期待しちゃいますよね。まあ、こういった感じになっておりますんで、えー、気になる方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。 それでは次にですね、知ってる方ね、まあいらっしゃるかもしれないんですけども、結構衝撃だったんですよね。こちらね、ヒルトンプレミアムクラブジャパン、通称 HPCJ っていうんですけども、こちらね、ヒルトン横浜に関しては、9月24日開業予定のヒルトン横浜は、ヒルトンプレミアムクラブジャパン対象のホテルではありません。ヒルトン 横浜ホテルでは、ヒルトンプレミアムクラブジャパンの会員特典はご利用いただけませんので、ご了承の上、よろしくお願いしますということで、なんとですね、このね、ヒルトン横浜、9月の24日ね、オープンするわけなんですけども、HPCJ 対象外のホテルっていう風になってるんですよね。これね、結構びっくりですよね。まあ今までですね、新規でね、ヒルトンホテルできると、大体ね、この国内のホテルはね、この HPCJ っていうのはね、 対象なんですけども、ヒルと横浜ね、対象外っていう風になりますんで、まあこの点はね、覚えておいていただければなと思います。ですんでね、まああの誕生日景気特典とかね、この HPCJ とかあるんですけども、まあそういったものから含めて、宿泊のね、割引券5000でね、もらえたりしますけども、まあそういったものはですね、このヒルと横浜ね、利用することができないっていう風になりますんで、 この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、まあ、そんなにね、興味がある方いらっしゃらないかもしれないんですけども、なんとですね、9月の 8日にですね、ヒルトンのね、プレスリリースで発表されたわけなんですけども、もっとおばヒルトンホテルがですね、ニューヨークにですね、2個目のね、ホテルが開業いたしましたということで、今ね、あの、ニューヨークのヒルトンホテルっていうのは、まあ、タイムズスケアにね、結構ヒルトンホテルって少なかったりするんですよね。ですので、今ね、ヒルトンはすごいね、力を入れて、このヒ、 ニューヨークのね、タイムズスクエアエリアにね、どんどんホテルをね、作っているということで、もっとおばいヒルトンニューヨークホテルがですね、こちらね、タイムズスクエアにオープンいたしました。こちらね、ニューヨークにはね、2番目のモットーブランドのね、ホテルということで、このモットーホテルブランドっていうのはですね、今回ね、えー、オープンいたしました。で、2000室をね、約目指しているということで、今後もですね、このヒルトンホテルはですね、ニューヨークに ニューヨークタイムズスクエアエリアにですね、作ろうとしているということで、この前ね、店舗 by ヒルトンっていうのが新しいブランドでね、ニューヨークタイムズスクエアにね、オープンしたわけなんですけども、で、今回ね、 えー、もっとバイヒルトン。で、またね、えー、この夏にホームツースイーツバイヒルトンも、えー、予定しているし、ね、ハンプトンインバイヒルトンもですね、こちら予定しているということで、ニューヨークのね、タイムズスクエアエリアにですね、ヒルトンホテルね、かなりね、多くできるっていう風になりますんで、全部で5個か6個ぐらいになるのかなかなりね、楽しみなんですよね。しかもね、この、 ホームツーバイヒルトンとかね、ハンプトンバイヒルトンとか、この二つのホテルはですね、お客さん全員ね、朝食を、あの、提供しているね、ホテルっていう風になりますんで、まあ、アメリカ国内ね、ヒルトンホテル、朝食つかないわけなんですけども、ホテルクレジットにね、今切り替わっておりますよね。ゴールド、ダイヤ持っててもね、そういった対応なんですけども、この二つに関してはですね、朝食もらえるっていう風になりますんで、これもね、非常に楽しみなのと、このホームツー、 ホームツースイーツバイヒルトンっていうのは、まあ名前の通りですね。あの結構広い客室っていう風になりますんで、これがね、どこにできんのか、かなりね、楽しみっていう風になるんですよね。で、今回ね、モットーホテルのタイムスケアにね、できるということで、まあこれがね、公式サイトということで、まあこういった感じのね、ホテルが え、もう、オープンしたっていう風になりますんで、まあ気になる方ね、ニューヨーク行かれる方とかはですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。まあ私がね、チェックした感じだと一泊9万、8万とかね、そのぐらいなんで、まあ結構ニューヨークでは高めの設定っていう風に、 なりますかね。ですんで、まあコンラットミッドタウンとかね、ヒルトンミッドタウンニューヨークとかね、まあそこら辺のホテルと比べちゃうと、えっとね、同じぐらいのね、必要ポイント数っていう風になりますんで、まあ出来たてでね、すごい綺麗であると思うんですけども、やはりね、コンラットミッドタウンとかね、まあ全室スイートだったりいたしますんで、まあそっちの方がね、良かったりしちゃうかもしれないんですけども、まあ新しいホテルということでね、こちらも気になる方ぜひチェックしてください。で、場所はですね、タイムスクエアエリアにね、あるということで、これね ホテルの公式サイトでちょっと見づらいので、これが、えー、Google マップになるわけなんですけども、まあ、ここはね、もっとバイヒルトン、新しいね、えー、ヒルトンの、えー、もう開業したね、ホテルって言った形になります。で、私がね、年末年始、まあ、あカウントダウン参戦しましたけども、それがね、ここ、マリオットマーキスっていう風になりますんで、本当にね、タイムズスケアのね、目の前にある、 えー、ホテルっていうことで、多分歩いて2、3分で、えー、タイムスケアにね、遊びに行けるぐらいね、えー、いい場所にね、あるって言いたがちになります。立地的にはね、本当にめちゃくちゃいいですね。まあ、ここにね、地下鉄の入り口がありますし、またね、 こっちに、ロックフェラーセンターの展望台とかもありますし、タイムズスケアもあるっていう風になりますんで、場所的にはね、本当にめちゃくちゃいいところにね、できたっていう感じですね。まあ、建物のね、このちょっと内側に入ってますんで、客室からね、タイムズスケアビューっていうのは、まあ、正直ね、まあ、ちょっと見える部屋はあると思うんですけども、まあ、このマリオット・マーキスとかね、本当にタイムズスケアにビューね、一回、あの、宿泊しましたけども、めちゃくちゃ綺麗だったんですけども、まあ、あのぐらいまではですね、ちょっと見えないかななんていう風に 思うんですけどもまあ、ちょっとチラ見ぐらいはですね高層階であればまあ利用できるのではないのかななんていう風に思いますかねまあ、それにしてもね本当にめちゃくちゃいいとこにできますね ということで、今回ですね、ヒルトンアメックスにアメックスオファーがですね、来ましたということで、動画ね、解説させていただいたわけなんですけども、いや、まさかね、海外の対象ホテルでですね、アメックスオファーがね、来ると正直思ってなかったので、非常にびっくりですね。まあ、国内のね、今ヒルトンホテルマリオットもそうですけども、非常に高騰してるんで、まあ、国内でもね、まあ、良かったのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、今後ね、 拡大してね、北米とかね、そういったヨーロッパとかね、他の国もですね、対象になるとですね、非常に利用しやすくなりますんで、いいですよね。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。